はい、どうも、ナバールです。昨日はね、スカイキッドというゲームをご紹介いたしました。で、本日もね、スカイキッドと同日に発売されました。8月22日ですよね。ジャジャマルの大冒険というゲームをご紹介いたします。はい。まあ、この作品も以前ね、この前作忍者ジャジャマルくんでね、紹介しました同一人物でございます。そこもそこで、軽く紹介いたします。はい。で、このジャジャマルの大冒険はね、ジャレコがね、86年8月22日発売したファミコン用アクションゲームでございます。で、2010年7月20日よりね、プロジェクトエッグに配信が開始されました。はい。で、忍者くん魔女の冒険ね、84年この作品もご紹介いたしましたが、このスピンオフ作品としてね、発売されました。はい。先ほども言いましたが、忍者ジャジャマルくんね、まあジャジャマルくんって忍者くんの弟っていう設定でしたがね、85年にね、発売されました。この作品の続編でございます。正式的な、まあ忍者くんよりね、このジャジャマルくんの方がね、だんだんと抜きんでて有名になっていきます。はい。で、主人公のジャジャマルをね、操作してナマズダウンによってさらわれた桜姫を助け出すのは目的でございます。で、本作はね、スーパーマリオブラザーズ、まあこれも85年ですけどね、このマリオブラザーズのようなね、右一方向スクロールの長いステージを突き進む内容になっていまして、中ボスとの対決ステージも用意されています。で、また前作で登場したカエルのね、ガマバックも引き続き登場いたします。で、システムはね、まあ、先ほどのね、言いましたが、新ステージの右への一方向スクロールで後戻りはできません。で、またね、クリア条件も変化していまして、敵の全滅ではなくてね、右端の出口にたどり着くことでクリアとなります。で、落ちるとね、水になりなってね、穴が途中に存在するシーンも出てきます。で、偶数のシーンはね、妖怪軍団の四天王およびナマズダウンのね、対決シーンとなっていまして、このシーンね、ステージシーンは、左右にスクロールして敵を倒すことができれば高得点が加算されます。で、またボーナスステージのような扱いになっていまして、やられても次のシーンに進むことができます。で、全20シーンステージでね、エンディングはなく、一周クリアするとまた最初に戻るループゲームでございます。まあ、ここはもう前作で忍者くんも含めてね、変わらずそのまんまのね、システムでございます。で、アイテムはまあ前作とそこまで変わっていませんが、まあ魂ね、まあ魂以外はね、ブロックの中に隠されているんですよ。で、この魂ってね、手裏剣で敵を倒すと出現いたします。で、50個ね、集めるとジャジャマル君のね、残り人数が1つ増えます。はい。残機ね、まあ他のアイテムはね、まあ爆弾とかね、まあガマバックンとかもいますが、ここを YouTube の概要欄に貼り付けておきますので、よかったらね、覗いてみてください。でね、この作品のストーリーですよね。で、なぜ続編になったかということでございますが、後付け丸出しでございますが、まあね、ジャジャマル君があそこまで売れてしまったのは仕方ありません。はい。で、ナマズダをね、一遍倒したんですがね、桜姫を無事救出したジャジャマル君ですが、しかし、助け出した桜姫は替え玉の人形だったんですよ。もう途中で分かると思うんですがね。はい。で、いまだね、ナマズダウの手中にある桜姫をね、今度こそ救出すべく、ジャジャマルはね、再びナマズダウに挑むのであったというのでが、今回のストーリーであります。はい。で、敵キャラクターはね、もう敵の種類も大幅にもかなりね、増えていまして、中には探求力のあるものやね、接触するだけミスになるものも当然いるんでね、ここのね、敵のシーン、敵の内容はね、ちょっと概要欄にね、貼り付けるのかなり長いんでね、興味ある方いたらね、ウィキペディアとか
まあ、ほとんどウィキペディアしかないんでね、よかったらそこ覗いてみてください。はい。まあ、四天王はね、もうほとんど同じです。ラシャメンっていうかな。ラシャメン、ザビエル、雷パンツとか、で、虚無僧とかね。で、もう最後のナマズダムですよね、最後のボス。はい。で、そしてね、最後に、このゲームの評価でございますがね。はい、ファミコンマガジンの読者投票によるゲーム通信簿ですよね。これね、30点満点中 18.52 なんですよ。もう忍者くんとね、前作のジャジャマルくんも含めたもう高得点でございます。はい、以前よりもね、増えています点数は。はい、まあ、かなりね進化していってね、まあもうジャジャマルくん自体もね、忍者ジャジャマルくんの時からもかなりね売れたんでね、このジャジャマルの大冒険もね、もうかなりの売れ行きだったと思います。もう番組にもね、テレビ番組もね登場するぐらい、もうこのジャジャマルくんがすごくね、もうマスコットキャラになっていってますのでね、はい、もうこの後にもだんだんとね続編が登場いたします。はい、っていうことですのでね、本日の動画はこれにて終了いたします。私ナバールと申します。ツイッターやっていますのでね、フォローの方よろしくお願いいたします。でもしね、この動画に興味持ってくれた方いたら、高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、本日はありがとうございました。バイバイ。